よっ。今日は天気も良かったから順調に行きました。順調やし、なんかめっちゃ安くホテル取れてた、うん、なんと今日のホテルあちらあちら駅前、超駅前の珍しくホテルもゲストハウスじゃない一度階段なのに結構飲むと全然なるうっかり2泊下に参ります。ロミンダウン集合です。集合集合ちょっとさ、終了。めっちゃいい。はい、こんにちは。はい、こんにちは。旭川。旭川、着きます。今、着いてたけど、ホテルでのんびりして、今から、ちょっと孤独のグルメ、ちゃおうかな。あ、撮ったらいいな。第七師団が、おっとばしなきゃ。カムイコタンな。カムイコタン。うわぁ、なんかいっぱいあるよ。もうすごっ。レッキボーカレースープカレー食べたいな。でもラーメン食べたいな。楽しかなんかやってたよねお昼なんかやってたよねお昼なんかやってたよね。自衛隊朝霞買い物公園祭りだってよ。おお、なんかお祭りがある。旭川自衛隊の PR がすごい気になります。かわいい。なんでかわいい。2キロ割り。歩きやすいね。歩きやすいね、今ね。とても道がわかりやすい。いやね、これまっすぐにさ、いっぱいご飯屋さんがあるからさ、ね、本当ありがたい。車も通らんすね。素晴らしい。いい散歩道。うん。お腹すいて。若いような夏。若いような。まあ、確かにちょっと、そうね。
そう、邪気。このお店もさ、こう、あったかい時期ね、外にテーブル出して、営業できるのいいよね。持ち帰り文化すごいんかな、もしかしたら。めっちゃあるやん。うん。あー、いいと思うな。意外と何でも持って帰りたい。うん、持ち帰りもあるかも。あー、大変だ。持ち帰りある、大変だな。お部屋がパラダイスだ。あ、仕事？おお。忙しい。あっちこっちじゃないの。
味噌汁食いたいけん、教えてください、そうだ。80なの？そうだよ、お前。そんだけ元気やったら大丈夫大丈夫や、まだ味噌汁飲みたい。美味しい。ごちそうさまです、美味しかったです。頑張れ。めちゃくちゃ美味しかったです。すごい、人超多いじゃん。多いです。ヤリラフィーが多いです。ズンってなるよ。ズン。もしかしてだだだだ2回下げるやつ。あれない、あれない。